はい、永明寺の裏山上がったところでございますね。そこから下を降りてみましょうかね。これおそらくみかん材と思いますけどね。この奥の方がずっとね、段違うんだけどね。はい、じゃあ降りてみましょう。下はね、コンクリにね、苔が生えてますよね。ほとんど人が入ってないですよ、これね。歩いてればこんなことになりませんもんね。ああ、しかしゴミは落ちてるな。これね、道が左の道、右があんねんけど、どうしますか、これ。同じ道を下がってまいりゃいけない。右行ってみるか。右の道を。よいしょ、はい、右を行ってみましょう。右の道をね。人が歩いた気がするけど、ほとんど見当たらんね、これ。いやー、歩いてないね、これ。どっち降りるんかね、これ。ちょっと降りてみましょうか。えらい急に降りてんだけど、これ急激に階段が降りてるね。ちょっと風が強いけどね。こんなんでございます。これ何、大阪府で長野公園ということは延命寺行けますもんかね、これ。分からんな。長野公園って書いてあるね。まさか延命寺のあの横に出るんじゃないの、さっき朝からね、一番にね、すごい階段がある言うてね、あ、ここに降りるんじゃないだろうね。可能性あるね。もうこんなもん降りても上がられへんぞ、これすごいから。150段ぐらい先上がったかな。これなんかありまんだけどね、なんだろう。可能性としてはやね、右も行けんねんけど、どうするんじゃろう。右も行ける、右はやめときましょうか。はいはいはい、はいはい、これなんか祠が立ってますよね。なんでございましょうかね、これ。よいしょ、はいはい、ちょっと読まれへんね。読まれませんわ。読まれません。なんか読めない。看板も立っとらんしね。よし。お墓か、これ。何もわからんね、これ。大変な、もう置いてみましょう。よし。これや。上がってみましょうか。全然わからんね。あ、ここだ、書いてあるけどね。昭和14年。
昭和14年だそうです。昭和14年これなんかガランガタみたいな感じやね。あんな石なんかあるけど、ちゃうんかね。ここから下を入れませんか。うまく道あるぞ。道がおい、降りれそうやね、ここね、ほら。ここで降りれる。おいおい。これ上から見たとこだね。上からね。池の上から。おお。これ。池の上からです。で、これがね、下に降りる道がありますわ、ここね。こんなガラン立ってるね。あら、もう屋根が潰れてもでもさ。ね、潰れてもで。あんな。ね、人の手が入らんとすぐ穴なんだよな。ここ。この一応、あ、これがそうか。これが大きな一応やってないけどな。これ、ほら。これ、これ、これ、これ。一応の銃弾でございます、これね。はいはい。こっからね、ちょっと見てみたいんやけどね。ちょっと行かれへんかな。こっからものすごいいい感じのね、あれ下から先みたいやけど、これほら。これ一応ですよ、これ。はい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 。ね、いいですね。ね、ここね、下までずっと見えんかな。こういうふうにしてね。下は駐車場ですからね。ほら、車いっぱい乗ってるわ。ここから降りれんねやろ。ここから降りれますね、ここからほら。いや、全部ガランが見えないか。ね、これ全部のガランがずーっと見えるね。いやー、車いっぱいになった。さあ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 、ないよ。急ぎましょうか。よいしょ、ここ下降りたところね。さっきの人じゃないな。おお、綺麗やこれ見た。下側見るとこれやね。じゃあ、はい、こっちに降りてみましょう。こういうことや、変名に。